仮面参送殺人事件は、東野圭吾の長編推理小説。1990年12月に、徳間書店から徳間のウェルズとして、単行本が発行され、1995年3月に、講段社文庫から文庫本が発行された。ビデオ制作会社の社長、菓子官高行は、運転中に急ブレーキを踏んだ際、後ろから資産家令状。 森崎ともみに追突される事故に遭う。ともみは、左足の先を失って、義足となり、バレエができなくなったことから絶望して、自殺を図るものの、偶然に高雪が見舞いに来たことから未遂に終わる。それをきっかけにしてともみは高雪を気に、入り、二人は交際するようになる。そして二年後、婚約していた二人は、結婚式を数日後に控えていた。ところが、 最新の注意をして運転するようになっていたともみが自動車事故によりがけから転落して亡くなってしまう。結婚式目前であり、目撃者もいたことから、事件や自殺とは考えられず、居眠り運転での事故と結論付けられた。それから3ヶ月後、ともみの父である森崎製薬の社長、森崎信彦、厚子夫妻が所有する山荘に、親族やその秘書、主治 ともみの親友など、八人の男女が集まった。創生した、ともみの思い出を偲ぶ意味合いも兼ねた、ごく内輪の者だけが集った、ささやかなパーティーだった。そんな中、深夜に逃走中の銀行盗犯のジンタグの、二人組が山荘に逃げ込んできたことから、穏やかな雰囲気は一変してしまう。外との接触を禁じられてしまった八人は、 警察に知らせようと SOS の文字を書いたり、タイマーを使って停電を起こすことで脱出を試みるが、何者かに SOS の文字は消されてしまい、タイマーは破壊されて失敗に終わってしまう。8人の中に犯人に協力しようとする裏切り者がいたのだ。さらに犯人の一人が何者かにビールに入れられた睡眠薬により眠り込んでしまう。そのため、 八人のうち七人は窓を施錠した部屋に、それぞれ入れられ、あつしだけが人質となり、一夜を過ごすことになる。翌朝、ともみのいとこにあたる死の雪江が何者かに背中を刺されて、ベッドで死亡しているのが発見される。だが、部屋の中から鍵をかけられる状況から、雪江が深夜に、強盗犯たちを部屋に入れるとは考えられず、後で行く、ドアの鍵を開けて、 というメモの残骸が残されていたことから考えても、犯人は銀行強盗たちではありえなかった。さらに、雪江の日記からは、ともみが死んだ日のページが切り取られていたことから、犯人はともみの殺害にも関与したか、ともみの復讐のためである可能性が浮上する。強盗犯の一味である藤が山荘に到着する。姿も声も出さない藤を、 銀行の職員ではないかと推理したことから、強盗犯たちは7人を殺害して逃走すると言い始める。それを回避するために、誰が幸恵を殺害したのかを特定しないとならなくなる。信彦の秘書である、下城玲子が推理を披露し、裏切り者は、信彦であると告げる。幸恵が、ピルケースに睡眠薬を補充したのを見た信彦が、幸恵が、睡眠薬をともに飲ませたと思って、 復讐をしたと言及すると、追い詰められた信彦は、窓から湖に飛び降り自殺を図る。その後、森崎製薬の弱みを握った、高等犯たちは、皆殺しを撤回して、翌日に出て行くことになり、全員が部屋にそれぞれ入れられ、人質として高行が縛られる。縛られた高行が一人で考え事をしていると、飛び降り自殺を知ったはずの信彦がなぜか山荘に戻って、来て、高行に、 これまでの自分の経緯を語り始める。雪恵の復讐のために8人をこの山荘に集めた、信彦は、二日目の夜に雪恵を殺害した際に、死に際に雪恵は違うんです。でも同罪ですねと言い残し、日記のページを破って、口の中に飲み込んだという。その行動から考えて、雪恵は犯人ではなく、誰かをかばっていたのではないかという。 犯人でない幸恵を殺害した後悔から警察に自首をするという信彦を、高雪は、信彦の首に手をかけていた。高雪の脳裏に、高雪の過去の出来事が浮かんでいき、そして物語は予想外の展開を見せて、終わりを告げるのであった。2019年9月から10月にかけて、東京、大阪、新潟で舞台化された。脚本、演出は、なるいたか。なお、 この舞台の DVD が2020年3月に発売されている。ありがとうございます。